SVX 誕生30周年おめでとうございます。日本中にまだねオーナーの方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、僕も、あの SVX はもう大好きで、その大好きがこうじて、こういう施設まで作ってしまったんですけれども、デビューした時も今ももう忘れもしないんですが、家族で、シカゴオートショーに、出ているSVX をもう見に行きました。アメリカまで待ちきれず行きました。で、最初に入れた黒い SVX は今でも、ね、地元のお客様が大事に乗ってらっしゃってとても嬉しいです。お父さんにお譲りしたんですけれども、お父さんにお譲りした車を息子さんが大事に大事に維持してくださっている。それが長スバルの1号車なんですけれども、で、ちょっとね今この新しいエルフ君がね、今まで、そこに置いてたんですね。コンドル君は、ね、コンドル君ここにあったんですけど、やっぱり枯葉がね、今こう落ちるので、それに川の近くなので車には良くないっていうことで、まあ、せっかく新しくね、頑張ってもらうまだ新車ですので、夜は車本館の中に、格納してまして、で日中はこの SAB の前のこのスペースがですね、ちょうどね、SVX 置いておくわけにいかないし、まあ、駐車場代わりになってたんですけども、ちょうどねぴったりなんですよ。ですからここに、テレカ設置して、まあ、暴走のこの通路ですね、ここから、台車の置いてある駐車場にも行けますし、レンタカーが並んでますし、そしてね、この SVX を、まあ、じっくり見てもらうために、アルシオネですけどね、もうものはあっちにアルシオネが3台ありますのでね、でもともとそのこれを作った理由っていうのは、展示場に1台、まあ、これは今インプレスハウスの方に格納してありますけれども、白い非常に綺麗な SVX があって、それを入手したんですけれども、まあ、展示場に置いておくとですね、どうしても傷みも早いし、かといって、最新型の車の中にもう20年以上前の車があるっていうのも不釣り合いだったので、じゃあせっかくここにこういう建物があるので、ここはもう SVX だけとは、アルシオネだけですね、アルシオネだけの、世界を作ろうということでここを作ったんですけども、最初からあるのが黒い車です。で、リフレッシュメンテナンスの実は動くショーケースみたいなもので、今はもう当たり前にリフレッシュメンテナンスをやるんですけど、当時はまだリフレッシュメンテナンスなんていう発想どこにもなくてですね、それで、まあ、できるだけ新車の時の状態によみがえらすのにはどういうことができるのかやってみようということで、これで一回作ってショーケースにしたっていうことで、これ入れてですね、こういうふうに並べたんですけども、まあ、いつの間にか、車が徐々に増えてきて、前のね、誕生記念の時に、これを10年前になるのかな、伊賀さんとかにお目にかかった時ですよね、静岡でもう10年になるんですね。10年前にサプライズでこれを作ったり、それからアルシオネの方のやっぱり35周年だったかな、35周年ですよね、35周年かなの時に、大阪の堺の落合さんね、落合さん元気かな、落合さんなんかはね驚かそうと思って、あの人アルシオネの方が大好きなんですね、落合さん喜ばせようと思ってね、内緒でこの吊るしたものを作って、落合さんの塗り絵があそこにね、飾ってあります、ね、あそこ見えますかね、ボードの右の上のところにある、あれ落合さんお手製のね、塗り絵ですけどね、面白い方ですよね。で、実は今年、これも、まあ、偶然っていや偶然なんですが、こういう節目の時にふさわしいのが、
前にも見ていただくことがあると思うんですけども、ちょっとカメラさん、スバルのコーポレートカラーは実は赤だというね、BRZ の今度の赤が素晴らしいので、あの赤はもともとスバルが得意とする赤、赤っていうのはスバルが得意とする色だし、そういう魂が入っている色だから大事に売ろうっていう、僕はそういう訴えかけをしたんですけれども、その背景というか僕のバックボーンにあるのはこの看板です。このスバルの看板見てください。これはあの純正の看板ですから、これはあの当社にも昔ついてたんですけれども、ああいうスパンドレールにあの、アクリルの板で赤い文字でですね、作った、まあ、行販用の看板ですけれども、これをもう9年前、DRZ の不思議な縁でね、DRZ の誕生した年に、岩村町にある鈴木モータースさんからあのお譲りいただいて、いつかと思って持ってたんですけれども、今年出来上がりました。縁あって去年知り合った中津川の丸子看板さんの古山さん親子のですねご協力をいただいて、本当にこの古い看板をあの再生させたらすごい能力を持ってらっしゃるお二人なんですけども、ありがとうございました。このように綺麗にできるだけ元のものを使うと、であの新しくしちゃったら意味がないということで、リアルですよ、この辺この古さ、あのほんと一つ一つ欠けちゃったものもあったんですよ。9年間向こうの車庫にね大事にしまっておいたんです。車内でやろうと思ったんですができないですね、やっぱりさすがにこれだけの仕事はプロでも何ヶ月もかかったわけですから、我々がそう簡単にできるわけがなくて、ただ諦めずに捨ててしまわずに良かったです。でまあこのアルシオーネ SVX の30周年記念の年に、このスバルアルシオーネベースにですね、この本当は赤なんだというね、血ですからこれ血、ね、そこ血のイメージですからね、そこをやっぱり、伝えることができたっていうのが僕は嬉しいですね。さあということで、一つ一つ今ある SVX を紹介していこうと思います。鍵を、まあ、あちらはね、アルシオーネなので、ちょっとね、XT クーペですね、向こうの裏側も XT クーペの分解した部品がずらりと並んでますので、また XT の話の時にいいと思いますけども、まあ、あの黒の VE に関してはさっきお話ししたように、もうバンバンに動きますよ、あの動きますけれども売り物ではなくて、リフレッシュメンテナンスのショーケースということになります。でこれも売り物じゃなくて、90キロ軽量化しました。で90キロ軽量化する要素はどうしてもですね、あのなかなかフロント側のエンジンのところで軽量化っていうのは難しいんですけど、今はメルシートって言いますが、当時は、まあ、あの防振剤ですよね、そういうのを徹底的にあの剥がしまして、で、余分なもの装備をですね一切排除して、シートをうちのオリジナルの、まあ、前話したことがあると思うんですけど、この今の中村社長がね、あのいらっしゃった頃、あのうちロードマンでいらっしゃってた頃のね、いわくなるシートですけど、この軽いのにあの交換をして、重量を測ったら90キロ軽かったと。でちょっとあのこう見ると分かりますよね、軽くなって標準バネを使っているので車高がちょっと上がっていると思いますけども、まあ、これがまたこれで乗ってみるとものすごくね、いいんですよ。で自動車評論家の、ね、山本慎也さん、ね、彼今スバルマガジンでよく雑誌かあの記事書いたりして、
まあ、若手のね、ホープだと僕は思うんですけども、あの彼がこれに乗ったことがありましてね、ああいう自動車関係者では彼だけかな、マリオもまだ乗ってないかもしれないですね、これには、面白いってね言ってくれましたけれども、実に楽しいんです。で、主査をされた伊賀さんも30周年か25周年かの、その20周年かの時にですね、もしフルモデルチェンジをするならばこういうのを作りたかったって講演の時にね、おっしゃったのがとても僕印象的で、記憶に残ってます。これはベース車はVL の方になります。しかもパールホワイトで、どうしてこういう風にしたかっていうと、まあ、オレンジが僕好きなので、オレンジの艶のないのを塗ってみたかったということですよね。で、この色にしてくれということで、まあ、名前はオレンジグローっていう名前で僕は名前つけたんですけども、実際にこういう色だっていう、色の具体的な説明を、塗装屋さんにして塗ってもらったやつです。まあ、それぐらい、まあ、ベースの車としては少し肌が荒れてたんですが、めちゃくちゃひどい車ではなかったんですね。で、かたやこれは屋根の黒いタイプ の SVX のシルバーですけれども、こっちのシルバーとはちょっとやっぱり色が違いますよね。まあ、これは持てる力量のある方には お譲りしようと思ってますけれども、こっちのはルーフが黒で、ね、グラスキャノピーをイメージした当時のタイプ。こちらはですね、もうちょっとなかなか販売不振で大変な頃に、もうカタログモデルはあるかないか分からなくなってしまって、どんどん米国へ流すラインがこう動くときに、日本の確か限定車をですね、特別仕様車として、その時に限定じゃないんですね、特別仕様車として流したという、 S40、S42、S3、S4 かな、それだけ出したんですけど、 S40 は最初の在庫車 の対策だったと思うんですよ、確か。ですが、それが思わぬ売れ方をしたので、これはありだと思ったんですよね。僕もあれはありだと思いました。こういうのは限定車をこうどんどん積み重ねていくのが面白い仕事ができますよね。で、青だとか、青はもうさすがに僕も純正の青はほとんど見たことないですけども、グリーンはよく言いますよね、クリムソンも言うと思いますけども、このシルバーっていうのが全部シルバーってこういう塗り方になって、こいつがね、意外に僕なんでこれをこれもお客様からというか持てなくなった方からお譲りいただいたんですけども、これ時間かけて外装かなり弱ってたので綺麗にしたんですが、この意外にですね、シルバーはこのクーペとしてのまとまり感がめちゃくちゃ良くなってきて、このグラスキャノピー風にするのもいいんですけれども、こういう明るい色は意外にですね、こういう風にクーペ感がバーッと出るようにするとかっこいいということで、それに気がついたのが、この車の前にもう今お譲りしちゃったんですけどね、今ね STI で頑張ってらっしゃいますよね、実はもうスパークイエローに塗ったのがあってすごく気に入ってたんですけど、いい方にね買っていただいてよかったんですけど、大事にしていただいてるので、スパークイエローを塗った時にやっぱりそのこういうクーペ感っていうのを大事にしたいなということでスパークイエローを作りました。で、まあ、色を塗ることはもう二度とないので、これはシルバーの単色のですね、この雰囲気を良くするという、取っておくということで、塗りました、レストアしました。で、この他にですね、表にあと4台、あります、けれども、その車たちはちょっと商品化は難しいかなと、思っているわけです。で、もう一つとっておきのものが他に白いのがパールホワイトですね、
これも台数少なくて、随分昔に入手した、まあ、僕の気に入った車なんですけど、これも、ありまして、それだけを今、お客さんに見ていただけるようにしてます。で、この赤も珍しいですよね。これもこれとね、大阪の内田さんがね、お父さんから譲り受けたこの赤いの、大阪の、ね、内田さん大事に本当に乗ってらっしゃって、今日ね30周年ということで、多分内田さんもね今日はうまい魚でね、内田さんも岡田さんもねきっとこういっぱい家でやられると思うんですけどね、僕も今日は、まあ、2本動画を上げるわけですけれども、この SBX だけは僕のスバルの人生の中でですね絶対に外すことのできない、エポックメイキングな車だと思ってますので、ここまでのことをして、残してます。これからも大事にしようと思ってます、世界中の、SVX オーナーの皆さん今日は本当におめでとうございました。